鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。ですね、今日は、コメントをいただきましたので、それについて、ちょっと収録をしたいと思います。ですね、iPhone で、OTG を使わないとどうなるかという、例えばこの普通のType-C からこうライトニングにっていう、ケーブルを使ったらどうなるかと、ちょっとそれをやってみたいと思います。まずですね、これ、普通にというか OTG ケーブル、OTG ケーブルを使って、ちゃんと DAC がとなるようになってます。 DAC 経由で、なるようになってます。それを普通のケーブルを挿したらどうなるかということなんですけどね、こういう普通の、手元にあったやつを使って、でこれは特殊のケーブルではなくて、画像データもここを通っていくという、ケーブルを使って、こうやって、そうすると iPhone から音が出てきます。 OTG ケーブルを使うとこっちから音が、こちらから音が出てくると、ということで iPhone で、DAC を作動させるためには OTG ケーブルが必要だと、要するにですね、この iPhone で、例えばこの K3 でもそうだし DC06 でも、そうですけれども、 iPhone がホストでそこからデータを流して周辺機器、外部の機器に伝えるということなわけですね。そのためにはこれがホストに、 iPhone がホストの役目をして、でこれがその子機の役目をするっていう、それぞれの役割が必要なわけだ。ところが USB の規格っていうのは最初、これも iPhone も子機として、パソコンの子機として規格が作られていた。なので iPhone が USB DAC にデータを送ろうとした時は、子機から子機へのデータを送るっていうことができない。 iPhone が親機になって、この親が子機をドライブするという、関係性を確立しないといけないと。でそれをやるための、規格が OTG という規格、そこが一番、重要な点。最近この Type-C が出てきたので、そういうことを自動的にやる時代が多分これから来ると思われますが、今は、そういう OTG を使わないと iPhone がホストという認識をしてくれないと、ということが、最大の原因で、ちなみに OTG っていうのはと USB 2.0 の規格で、スマートフォンをホストとして使用するときに、使う仕様の、ケーブルの規格ということで、 iPhone の場合には、USB-C ポートの代わりにライトニングポートを使うわけなんですけれども、ライトニングポートっていうのは2012年にアップルが発表した規格なんですね。で同年の iPhone5 から、採用されていると。 USB Type-C というのは、2014年に発表されて、最近だんだんと使われるようになってきています。でライトニングと同じように逆差しが、表裏がどちらでも可能だというになっているわけですね。そういう規格になっていると。で、さらに、Type-C っていうのはですね、USB 2.0 の、OTG 規格も、内包していると。 USB 2.0 の Type-A と Type-B で、作られている OTG っていうのは、ケーブル上で、ちょっと、あの、結線を変えて、
OTG を実現しているんだけれども、タイプ C の場合は、物理的な変更を加えなくても OTG を実現できるというふうになっているということです。じゃあタイプ C ってどうやって、OTG を実現しているのかっていうことなんですけども、ちょっとそもそもですね、USB の 2.0 っていうのはどういう形になっているのかっていうのはちょっと図で、作ってみたんですけれども、マイクロ USB の、ケーブルはこんな感じでですね、ピンが5つあって、 OTG システムにするためには、4番線にですね、5番線のグラウンドを4番の ID の ID って書かれている線に短絡させることによって、スマホ側がホストだという認識が取れるようになっていると。ただ最近のそのタイプ C ってどうなってんのかなっていうとですね、ピンが片側12あって、それの場合24、相当複雑です。その結果、ライトニングでも実装された、裏表逆差しも可能となっていて、それからさらに 3.2 Gen2 のような高速通信もできるようになっていると、ということですね。でちなみにですね、ライトニングの結線はどうなっているかというと、こんな形、ライトニングの場合は8ピンの仕様になっています。これを普通に刺せばこういう形で刺さるわけですが、それをひっくり返しにしても、ちゃんとそれを識別するという、さっき のタイプ C の方に戻りますと、コネクターにはですね、CC ピンっていうのがあります。コンフィギュレーションチャンネルっていう構成を識別するためのチャンネルがあって、それがケーブル側には一つだけあるんですね。なので刺す方向で機器側の CC1 か CC2 の方、どちらかに、刺さるわけです。この図のようにですね、その機器側にですね、タイプ C 用の、コントローラーチップがあって、それによってその CC1 か CC2 によってですね、 どちら側の端子が接続されているかっていうことを把握できるようになっていると、いうことですね。ライトニングでもそういったコントローラーチップがiPhone の中に内蔵されて、ライトニングコネクタどっち挿しても大丈夫なようになっていると。コネクタはどちら向けても大丈夫と。さっきのその USB 2.0 の OTG の場合に、物理的にどうなっているかというとですね、この図のように、CC1 か CC2 でその表裏を識別するっていうことと同時に、あとコントローラーがですね、相手がデバイスなのかどうか、国旗なのかどうかっていうことを、判断して、自分がホストだという振る舞いを、するようになっているよう。ただライトニングの OTG の場合は、先ほどもちょっとお話ししましたけども、このケーブル のピンのアサインがを変えてOTG の判断をしてるんじゃないのかなというふうに思います。このタイプ C っていうのは、ケーブルの種別によらなくても自分がホストかどうかっていうのを判断できると、だとするとですね、 iPad mini とか iPad Pro みたいにタイプ C を採用している機器、mini なんかはですね、タイプ C になってるわけですよね。どうなのかなと。手元にあった普通の USB-C のケーブルを挿して、ダックに挿して、これで音がちゃんと出ることを確認できました。ということは、普通の USB のケーブルでも自分がホストだっていうことを、やはり認識してるんだなというのが分かりました。iBuzzの、ダックに付属していたUSB ケーブルでも、ちゃんと音は出てますけれども、手元のこういう普通の USB ケーブルでも、タイプ C のねケーブルでもちゃんと音が出たなということが分かりました。ちなみにですね、 iPad
ミニと結構音がいいなって、ちょっと別の話ですけれども、以前テストした時に音が良かったっていうことをちょっと動画で上げたことがありましたけれども、ちょっとそれを思い出しました。ということで、今のところ iPhone では OTG ケーブルがやはり必要ということになるわけですね。この DAC を経由して iPhone で音楽を聴きたい場合には、付属のやつはもう OTG ケーブルだと思う、またはそれ以外の、OTG ケーブルを使うと、いうことが iPhone で DAC を使う時の必要条件であるとということですね。で、今回のテストの時にたまたまやっぱり出してきたのは手話の SE215 なんですけれども、手元にあるイヤホンがちょっとだんだん増えてきたので、イヤホンのちょっと比較レビューもしたら面白いかなってちょっと今思ったところです。と、そう、あとそれと今日はApple の発表会ですよね。なんかAirPods Pro 2の噂もなんか出てきたみたいなので、非常に楽しみだなというふうに思います。ということで、この Vlog ではApple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録をお願いできれば幸いです。あと、面白いと思っていただきましたら高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。